はいどうもおぱしです、今回は三国志バトルウォーズの、ガチャガチャをねなんと1万円分引いていきたいと思います。まずではそうだ宝玉が足りねえわ。まず9800、まあ、これしかないで、ちょうど1万っていうのがないんで、まあ、9800円分。さあこれで購入、おきた、購入する、いくぜ。なんと今回ガチャガチャが185回引けます。なんでね30連ガチャを6回とりあえず引きたいと思います。いきます。1回目。いやねおぱしね、ガチャゲンのね UR 1個も持ってないんですよ。レアもうほとんど持ってんじゃねえかな実は。あ持ってる、ゲンガン3枚目、リュウホウ、レア率高え、せめて SR くれよ。あレアばっか、レアばっかマジ。え寛解虚勢バチュー、嘘でしょ。シバロウ、リュウホウ、え待って、あ持ってる、カンペ持ってる、やばいぞこれは。 UR 出ねー、でも1枚は確定なんで、最後の1枚がね UR らしいんで、おお劉備、相手のターン終了時まで全ての敵攻撃キャラクターの戦闘力を40下げる、強すぎるんだよな 40% 下げるとかあ最後30枚目だったから劉備が出たんですね UR で。なるほど劉備か、できればね諸葛亮欲しいんだよな。さあいきます、 OK、諸葛亮来いよ、勇気ちゃいなよ。さあ R はもうほとんど持ってるんで、これといって欲しい R はないんですよね。レア度の、お諸葛戦、あ持ってる持ってるわ、おおえっ劉備また劉備、まあ劉備強いから2枚いてもいい。お手符持ってない、これ相手のターン終了時まで敵に前にいる敵キャラ1体の戦闘力 40% 下げる、あ1体だけね目の前のやつをね。おーおー甲冑持ってないよ、防御力、お戦闘力68の防御っていいね。へー敵攻撃キャラクターを1体行動不能にする、あ強い強い、これ強い、甲冑強い。おーおお学神、あ持ってるわ。おーおお SR ラッシュどうした、4枚連続、あ4枚で終わりますか。さあ頼む、 URUR、 お甲冑来い、いいの来い、 UR 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 来い、 お願い来て、おお来た諸葛亮、やった超嬉しい。これは激アツ、場に出ている戦闘力が40以上の敵味方全てのキャラを行動不能にするっていうね。だから危なくなったらこれ出せば4ターン耐えれますから。おお UR2 連続やば、30連で3枚入れた、尊敬。相手ターン終了時まで全ての敵防御キャラクターの戦闘力を 40% 下げる、体力290、あえこれ総大将でこれなの、強すぎでしょ、士気6だしやば。さあ行きましょうか30連。あとね欲しいのがね、こいつ名前読めないんですけど、まあ馬長家とか馬とかのそっちの系列の人だと思うんですけど、でこの馬長も欲しいですし、超飛が強いんですよね。自分のターンが来るたびに戦闘力が30ずつ上がっていくっていう鬼やんっていうね。超飛来い、あーご覧ごい誰ご飯おーバウン力って呼ぶんだ、やったね。こいつね全キャラの中で最強だと思いますよ、戦闘力125で防御ですからね、こいつ一体入れたらマジ鉄壁ですから。お出た孫権、息子さんの方じゃないですか、両隣の戦闘力を25上げる、強いね。あ出たコーチ、鳥類誰これ、純育初めて見た、場に出ている間全ての敵攻撃キャラクターの戦闘力を 40% 下げる、強っ、バカ強いな。コーチ来ないな、いやいいよ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 、今んとこ、ゲンガンね。UR 結構来てるから。おー来た馬長、いいじゃないですか、全然 UR 被ってないよ。
この武将は敵武将にのみ攻撃する。これね、士気2で戦闘力42はね、チートだと思うよ、マジで。で、両サイドにね、適当に強いのを集めて、コンボで。お、来た、バウン力2枚目、やば。やば、こんなん2枚積んだら、だってもう絶対抜けないもん。さあ、もう一回いきますぜ。カモン。劉邦、劉将、ゴラン、寛海、李典、馬長。 UR 来い、 UR 来い、 UR 来い、持ってない UR 来い、持ってない UR 来い、持ってない UR 来い。おお、誰お前、初めて見た。核か。場に出ている間、すべての敵攻撃キャラクターのアクティブスキルを封印する。ああ、強いね。入れといてもいいね、式にだしね。ただ UR っていうほど強くはない気もするけど、どうなんだろうね。封じておきたいほどのアクティブスキル持ちってあんま見たことないんだよな。大抵強いのってパッシブスキルなんだよね。理不尽持ってるわ。おお、バウン力3枚目。3枚積む必要あんのかな。でも全部両サイド緑だからバウン力で挟めるからな。花公園出ましたよ。敵総大将に35のダメージを与える式に。これもね、反則技だよね。式さんで戦闘力67ですよ、これ。花公園。マジ強いと思う。さあ、あと2回。いけ。シバロウ。誰こいつ。超運か。かっこいいな。戦闘力40以下の全ての敵キャラ倒す。やば、一掃とか強っ。来い。修繕、初めて見た。この武将の前方に武将を配置できなくなる。え、それって結構強くね。文章、相手ターン終了時まで敵キャラ1体の戦闘力を 30% 下げる。ああね、そんなに強くはないかな。いいの来い。うん、超高、戦闘力を 30% 上げる。へえ、防御キャラか。うん、ダブリが増えてきましたね。まあ、そりゃそうだよね、こんだけ引いてればね。おお、諸葛亮か。あ、でもこうやって2枚いてもいい気がする。どれもこれ、細分岐。場に出ている間、すべての敵攻撃キャラクターの戦闘力を35下げる。35、なかなか下げるね。あ、出た、カフカ。甲虫。花公園。あ、最後、花公園ね。さあ、いきますよ。最後の30連ガチャ、いきます。カモン、損欲。さあ、持ってない UR くれよ。頼む、UR 来い。鳥類損誘。お、カンウー、カンウー、ありがとう、ありがとう、カンウー。でも、超費が欲しい。お前の弟分くれ。弟分なのか、あれは。兄弟か、義兄弟。馬長、ご飯、小京、損誘、宗神、宗神。さっきの送信の説明文見るの忘れてた。来ないですね、 UR が。なかなか来ない。あ、来た。何これ、初めて見た。超高手、相手ターン終了時まで全ての敵攻撃キャラクターを行動不能にする。え、それは反則じゃない。反則だよね。だってこれ毎ターンこれ使ったら相手攻撃一切できなくないだよね。え、これやばっ。初めて見た。流氷巨星。お、なんか来た、巨鳥。戦闘力40以下の敵攻撃キャラクターを全て倒す。え、あ、これさっきの超運の進化版。しかも、え、式4で戦闘力 88? やば、チーターやなこれ。はい、以上で1万円分ガチャ引き終わりました。今回引いた UR はですね、レア度順に変更。やばくないですかこの UR の数。まあ、これニューがついてないのは俺が元から持ってたそのあのやつなんですけど、まあこれこの辺はね、あのイベントの出陣で取れるんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16枚、16枚の UR? やべえな。じゃあちょっとこれをデッキに入れていきましょう。さあどうですか、この完成した豪華なデッキ。なんとね、 UR が12枚で、しかもほとんどね緑と青で固めてみたので、かなりの確率でコンボが発生するんじゃないかなと思います。ちょっとね、
クイックマッチで無双していきたいと思います。絶対勝つ、よろしくお願いします。さあ俺のターン、初っ端からじゃあこういうめちゃくちゃ防御力高いの出して相手に絶望感を、防御力107ってなんやねんっていう感じで、ただねその自分のモンスターを生贄にして相手のモンスター倒すみたいなのを初っ端から出されるとちょっとなえる。さあどうだ、出てくるこいつの効果は、あ、総大将に20ダメージね。 OK、 関係ないよ、はい、効きません。さあどうしようか、これで投げ倒す別に意味がないしな。相手の防御力をとりあえず上回っておきたい。すごい、これで合わせて7しかないの、やばくないですか。80と105を出してたった7ですからね、式すげえマジで。さあどうするこれを止めれなかったらここでもう次試合終了ですからね、3ターンで。さあどうする、何これ、あ、味方の攻撃力15アップからの、残念じゃあさらなる絶望感で攻撃じゃ、やばいこの強さはマジでやばいでしょ、だって出てんの全部 UR だからね、負けた相手も笑ってるだろうね、 UR しか出してこないやんこいつっつって、やばいやばい、マジ強いマジ強いこのデッキ。あ、なんかランクアップした。さあもう一回ちょっとやってみますか、自分と同じぐらいのランクか、ちょっと自分よりランク格上の人とやりたいっすね。しゃあ来た、さあいざ尋常に勝負、レベルは変わんない、でもランクは相手の方が上か。さあおパシからですよ、じゃあ開幕はこいついきましょうか。開幕ね、攻撃キャラを出すと向かい側にそのなんか殺された時相手の目の前にいる攻撃キャラを撃破みたいなやつ出されかねないから、開幕攻撃キャラはね正直出さない方がいいと思います。先行の人は結構ね、だって下手に6のカームとか出してもさ、相手にコスト3とかのやつで防がれちゃうからさ、もったいないんだよね。そうするとさあお互い防御キャラを出したね、どうしようか、貫通、防御力貫通系、あ、いるか、じゃこいつで貫通させの攻撃じゃ。さあ48、さあどうしてくる、さあどうする、防御力攻撃力95の貫通ですからねこれ、バカ強、おお防御2枚で固めてきたね。じゃあこっちは攻撃力上げますか、これが1枚ずつ出せるっていうのがやべえんだよなマジで。さあ残り122、さあどう出るこの状況、これよほど防御力高いの出さない限り、108を上回るやつ出さない限りこれで勝ち確ですからね。こっちは何してきたこれ、え、味方の攻撃力の 30% アップ、でも相手まだ式8もあるからね、弱全部こう、え、どういうこと、何だっけ、全ての敵キャラクターのアクティブスキルを無効にした、はあ、え多分何もできなかったんでしょうねこれはね。さあさらなる絶望感、攻撃力153関羽いけ、やばくないですかこのデッキの強さ、これはね最強かもしれないマジで。はい、今回ね1万円分ガチャ引いた結果もうね無敵になっちゃいました、以上です、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。